トラ8週間ランキング9月2週目にて、トラ筋トリオが1位、一平さん復活の月曜日が2位、火曜日が3位かなと思いましたが、結果はどうだったでしょうか。動画説明欄はこのような感じです。ニコニコ再生数1位木曜日有本飯山、2位金曜日武田須田、3位月曜日滝田武田、週合計 67,756、 全週 31,241 から 36,515 増加、前々週 34,949 から 32,807 増加しました。これは激増しました。木曜日が YouTube は内容が規制されるかもということで、一部はニコニコとオープンレックでしか流さなかったことが原因と考えられます。金曜日も伸びているのは、視聴するプラットフォームを YouTube から変えた人がいたと思われます。ニコニココメント数1位木曜日有本飯山、2位金曜日武田須田、3位月曜日滝田武田、週合計 95,27、 前週 81,464 から 9,063 増加、前々週 96,669 から 6,142 減少しました。コメントは再生数ほど伸びませんでした。これは普段チャット開放されていない YouTube ユーザーが移った結果と考えられます。観客1位金曜日武田須田、2位月曜日滝田武田、同率3位火曜日百田北村、水曜日大高坂東、週合計60名、前週40名から20名増加、前々週43名から17名増加しました。ちょっと上がりましたが、平均ちょい上程度です。公式ホームページ1位月曜日滝田武田、2位水曜日大高坂東、3位火曜日百田北村、週合計 12,712、前週 11,917 から795増加、前々週 11,596 から1,116増加しました。3000オーバーが月曜日のみで、普段は多い木曜日が少なかったです。これは一部 YouTube では視聴できなかったことが関係したかもしれません。オープンレック1位木曜日有本飯山、2位金曜日武田須田、3位水曜日大高坂東、週合計145,894、前週9,447から136,447増加、前々週11,684から134,210増加しました。1万割れから10万超えです。オープンレックのことだけを考えたら、今回の企画は当たりと言えそうです。 YouTube 再生数1位月曜日滝田武田、2位金曜日武田須田、3位火曜日百田北村、週合計483,390、前週379,7357から108,633増加、前々週500,5511から122,121減少しました。普段は土日に数字を取っていますが、今回は諸事情で金曜日に集計しています。トラ筋トリオ会が1位にならなかったのは予想外でしたが、木曜日の YouTube 以外への誘導が金曜日にも影響したようにも感じます。YouTube 高評価1位月曜日滝田武田、2位金曜日武田須田、3位火曜日百田北村、週合計8万、前週73,002から6,998増加、前々週82,000から2,000減少しました。高評価は今年トップ3に入る数字を取っています。 YouTube 低評価1位水曜日大高坂東、2位火曜日百田北村、3位月曜日滝田武田、週合計4,687、前週3,913から774増加、前々週4,538から149増加しました。再生数の割に低評価が多い気がします。これは木曜日の低評価が多いことから、一部 YouTube で画像が見れなくなったことが原因と考えられます。総合一時期 YouTube で優遇されなかったように見えるトラ8ですが、戻ってからもピーク時には戻れず、数字が落ちつつあるように感じます。ここから復活する手立てはあるのか、来週のラインナップですが、トラ筋トリオの数字が落ちていることから、 YouTube の数字自体が落ちていると考えられるので、100万再生超えはないかもしれませんね。
健康くんも再生数の割に低評価が多い気がするよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。